スマホ置くとこないけど、まあいいか。飲むね。見てくれ。もうね、わからないですか。公園で、この首を出さない髪の毛を、マジで前髪薄くしました、今日は。めっちゃ久しぶりになりました。もう分厚いの飽きたぜ。分厚いの飽きて、横の毛増やして、長くして、あと髪短いのも飽きて。いいえ、来てください。なんでだ。もう。なんで。あら、どうしよる。もう、あいよ、やりなさい。一緒にサーディ。いやー。いやー。よし、まあ。すいません、ありがとうございます。優しい優しい、すいの先輩でした。こんにちは、よっこしょ。ね、髪伸びた伸びた、眠気が ね、 やばくて急に伸びたよ。夏になった、暖かくだから、レッドブルを飲んでます。これね、劇場に置いてある自販機に売ってるんですけど、レッドブルのね、ぶどう味売ってて、めっちゃ美味しいんですよね。出さない髪の毛やって、マジで暑くてどうしようかなと思ったけど、でもやっぱ帽子をかぶらないとダメやから、グローリーレースでアップの髪の毛がちょっとできないのと、あとね、ここもね、そう、髪の毛シンプル、ここがね、だんだんポニーテールで引っ張られすぎて、頭皮がむき出しになっちゃってきて、パープルですね、ちょ、光の反射で控えようと思って、そう、今日はシンプルにしました。耳かけもちょっと前の毛残して、ここの毛私うねりやすくて、ほんまは残しすぎるともううわーってなんですけど、耳は普通に耳かけにしたから、でも思ったより熱くなかった。てか、なんか今日はね、髪短いの飽きてきて、なんかもうちょっと伸ばしたボブにしたいですね。ちょっとこの長さアレンジが効かなすぎる、切って知った。髪長いのも別に希望じゃないけど、短すぎるね。でもそんな前のライブ、なんかリクアワの時にの前に一回めっちゃ短く切った時は、でもね、あ、短すぎたってなって。ミユさんの、あのミユさんのインスタ、今日のまつげいい感じ。可愛いと思った髪型にして、で夜公演にやろうと思ってる髪型もミユさんがあのインスタに投稿してるやつなので、今日はミユさんの、そう、アレンジ効かんくて。だから、三崎の夜公演の方を予想したい人は、ミユさんのインスタ見てください。やりたい。その中にウルフやりたいけど、どうしようかなって感じかね。まあ生きてるうちに好きな髪型やりゃいいと思ってるから、私は。別にいつまでアイドルやるとかよくわかんないけど、アイドルやってるうち以外、生きてる中でね、好きな髪型すればいいからね。別に今行き急いでないかな。本当になんかあ、めっちゃこの若たんがね、今日9期生の若たんが初日やったんですけど、めっちゃ頑張ってた、ね、後輩やし、みゆさんの方が年上なんですけど、若たんほんまにすごい、もうなんかもう頼もしいです、9期生が。ほのぴーもそうやけど、本当に愛嬌がすごくあるので、先輩がなんか許してしまう気持ちというか、可愛がってあげたいと思う気持ちがわかりますね。うわ、ね、寝る、やっぱずっと言ってるんですけど、みゆさんの前髪がめっちゃ好き、縦の長い髪、みゆさんの前髪すごい好きだし、あと髪の毛もうなんか何でも似合いますね、みゆさん。メイクでした、やばい、行かねば、9分から始めたから、あとでどんな髪型メイクやったからさ、ちょっとランキング読みます ね、 ごめん、急いでメイク行かなあかんぽい、マジでごめん。ということで13位鉄メガネさん、ありがとうございます。12位ヨッパライダーさん、ありがとうございます。11位隊長さん、ありがとうございます。10位ウィングさん、ありがとうございます。14いきます、はい、アイちゃんだ。9位カズミヤさん、ありがとうございます。8
8位ひらきさん、ありがとうございます。7位バルキリ男6473、ありがとうございます。6位マスオさん、ありがとうございます。5位オールドさん、え、僕のもありがとうございます。うん、もう勝ってん。たかゆきさん4位ありがとうございます。3位ゆりこじちゃん、ありがとうございます。2位 PP さん、ありがとうございます。1位みょんさんです、ありがとうございます。ごめん急で。